が、3DS 版もこのように、かなり美しいグラフィックで、動いております。今日はですね、ここで、JALA の読み込みを含めましてですね、ゲームプレイを、実行していきたいと思います。これが今、このゲームの中でも登場する、ゲームやアニメの中で登場する JALA という、キーアイテムとなっています。この、一つ一つのこのアクセサリーのような武器が物語の中では拡大されて、拡大して本物の武器として使えるようになります。はい、ではですね、ここにですね、その中の一つであるクリスタルソード Z というこれアイテムなんですけども、これをちょっとゲームの中で読ませてみたいと思います。はいはい、ちょっと、はい、メニューで登録を押しまして、はい、このように、読み込み画面になると、はい、クリスタルソード Z を認識して、今回、まあ、いろんな効果があるんですけども、今回は、クリスタルソード Z の在りかを示す、クエストが発生しました。このクエストを受けたということで、このクエストに従ってゲームをプレイを進めてみたいと思います。ではですね、この続きをちょっと映像の方でご覧ください。はい、これがスナックワールドのゲームプレイ画面です。左がスマホ版、右が任天堂 3DS 版です。はい、今回はですね、アニメの主人公チャップを操作するデモとなっていますが、本来のゲーム版においてはチャップではなく、プレイヤーがキャラエディットしたアバターキャラでプレイします。もちろんこのようにチャップを操作する場面もあります。はい、フィールドにもですね、このようにあのモンスターが徘徊しており、接触すると戦闘になります。はい、今回は接触しないように、ダンジョンに入ります。はい、フィールドから、ダンジョンに入っていきます。今回はヘビーテンプラー神殿という序盤のダンジョンとなっております。かなりですね、おどろおどろしい雰囲気となっておりますけども、果たしてこの先には何が待っているのでしょうか。はい、ゲーム内のイベントではですね、キャラクターの魅力的なボイスによってドラマを、盛り上げてくれます。はい、戦闘シーンはですね、はい、ちょっと分かりますかね、アクションバトルとなっています。リアルタイムでJALAを選んで戦闘を組み立てます。アクションでありながら、戦略性の高いバトルとなっています。はい、またネットワークプレイにも対応しておりまして、友達や家族と一緒に冒険が楽しめます。さまざまなレアアイテムを集めて人に自慢したりするということもこのゲームの醍醐味となっています。そして、今回はJALAや、テレビアニメと連動して、そういった仕掛けによってさらにゲームプレイが面白くなっていくというわけです。はい、この続きは楽しみですけども、今、はい、最後のボスの部屋に入っています。この先には何があるのでしょうか。はい、これはですね、メデューサと言いまして、さっきの PV でも出てきたものなんですけども、はい、このようにですね、テレビで出てきたキャラクターたちとゲームの中で出会ったりすることもあり、非常にテレビアニメそして、玩具といった、その連携によって楽しめる、クロスメディア作品となっております。このゲームのプレイヤーは、自分だけのアバターキャラで仮想世界スナックワールドを自由に冒険することができます。あなたはチャップと同じような旅をするもよし、全く違う道を進むもよし、自由となっています。さて、この作品ではJALAと呼ばれるアイテムが世界観のキーとなっています。ここでJALAも含めたスナックワールド玩具全体のプレゼンテーションに移りたいと思います。